がその家に来てます。おう、で、何ですか今日。じゃあ、梅ちゃんやっぱり、まあ、寿司やってたよ。寿司やってたよ。だから、まあ、食べ物に関わってたってことで、梅ちゃんどんな料理でも作れるんちゃうかなと思って。大体を作れる。だから今回は俺が言った料理名のやつを作ってください。え、それだけ？もうそ、え、昼の番組やそんな。じゃあ今回の料理名、ターメイヤです。ターメイヤ作ったんやの？めちゃくちゃ簡単や。ちょうどお昼の時間なんでスーパーで買い物してお昼ご飯作った。いや、密やから、密やからウーバーで頼む。そうしよう。うめうめチャンネル、はい、買ってきました。ターメイヤ、メイヤな、メイヤ。よかった、でも安くて。ターメイヤの材料、ターメイヤ、ターメイヤ、ターメイヤ、ターマーゴヤみたいな感じで卵買いました。卵、ターメイヤ、ターメイヤ、ターマーネギ、タマネギ、タマネギ買いました。で、ピーマンで、鶏肉ね、これ手羽中ハーフで、イカそうめんと、これ絶対大事だと思う、ターメリックな。あ、梅ちゃん言い忘れてたんだけど、うん、もしできんかったらターメイヤ一発ギャグあるんでお願いします。何やねん、ターメイヤ一発ギャグ。おう、8種類のスパイスを使って。香山言うぞ。香山言うぞやつ。いやー、久々に料理するから俺も楽しみやな。ちなみに今は何の料理だと思ってるんですか？国？はい、国は、国は、でもそのインドとかタイじゃん。玉ねぎって水つけてたら皮むきやすなの知ってる？そう、主婦や。普段料理されるんですか？料理めちゃめちゃ出しないっす。極力せえへんようにしてます料理から。なんでなんですか？なんかひどい目にあって。差し支えなければ教えてもらっていいですか？昔料理作ってて、人になんかそのご飯で勇気とか与えてたんですけど、はい、なんか人に与えてんのこれ勇気じゃなくてご飯やなって実感して、なんかそれで俺もう料理はなんか違うわって思って。おう、ピーマン使えへんかな。でもピーマンなんか基本料理入ってるからな。ヒントは結構遠いヒントですよね。じゃあヒント、モノマネです。なるほど、なんかに似てるってことか。絶対にうまい料理を作ってやるぜ。なんかピーマンって結局細けりゃ細いほどええよな。そんなんできんの？やってる人。今イカの切り方してないけど、ピーマンをイカの切り方してる。ピーマンを知らんけど、イカの切り方知らん。玉ねぎどうやって切らんの？切ってから剥くタイプなんよ。切ってからは剥きやすいぞ。これ茹でたらいい？あ、これリフレジレーター、リフレジレーター、あの冷蔵庫でいい。リフレジレーター入れさ、入れさ、入れさ消し込む。おう、ちょっと、あ、すいません。やってた。こんなラップって二人でやったらやれづらいやな。これどこに入れたらいい？リフレジレーター、リフレジレーター。玉ねぎを飴色になるまで切ります。ならんということ？一生切り続けなきゃ。飴色って何色？うわ、さばきのやっぱセンスがありますね。やってる人やもんな。軸来ました、鶏。これを2本だけ使います。なんか料理酒しとこう。なんか料理酒しとこうって言ったやん。鶏肉になんか料理酒しとこう。なんか塩コショウ。2本しか使うのに全部似てる。これね、今回のほんまに一番重要な調味料だと思う。ターメリック。うんこって書いてます。ターメリックです。うんこ。からどんなスパイスか分からんねやけど、なんかそういうことやろ。こんなに振っていいもんなんかな。あ、やばい、袋まで。あ、袋までいっちゃった。あ、箸ない、箸ない、包丁でいかなか。そんなに針の仕方見たことないって。ないないない、歯ブラシしかない。やばい、差し箸みたいな。でそこも引き出したん。うわ、あった、箸。ターメリック効いてるこれ。いや薄いんじゃん、もっと入れてもいいんじゃん。
そお前なんや知ってんか答え。え？なんやもうちょい入れていい。お俺はターメイヤを作ってんや。あーごめんごめん。ターメイヤな。自分で言うたやんもう。大丈夫か。なんかもうちょいいるな多分ターメリックは。卵がどう効いてくるか気になるやろ、これ。それはほんまにどうやって使うのかなと思ってる。ちなみに、ターメイは卵使うからね。使うやろ。うん。そう、言わんの、まず使うやろ。そらな。うん。ちょっと、温度下げて、この玉ねぎで漬けてた水あるやろ。これで、ちょっと蒸し焼きみたいなやつ。ちょっと蒸し焼きにするわ。うん。鳥やが怖いから。怖いな。その間にすることすること。試合後死んだかもだ。試合後ぐらい飲んでた。一旦この水のこの蒸し焼きね、これ終わりました、ね、ここからこの残り汁、この鶏の残り汁を使います。これです。これで野菜を炒めていきます。これね、めっちゃうまそうな料理になってんやけど。うまそうちゃうね、答えがてめえターマイオニー作れ言うてるやろ。ターマイオニー作られへんって。見事ね、ターメイヤー完成したんですけど、メイヤーターメイヤー完成したんですけどね、イメージ通りかな、作った感じなんかロコモコみたいにしたかったね、卵。うん。で、そのロコモコの卵にイカ入ってるなと思って、ターメイヤーは。で、あとは鶏肉にターメイヤー入れて、あといや、ターメイヤーは入れてない。あ、ターメリック入れまくってほぼ2ボトルぐらい使ったんちゃうか、ターメイヤー使いすぎやな、じゃあそんな感じで、やっと完成したんで、これ、一回食べてもらいます。お待たせしました、ターメイヤーです。メイヤーな、メイヤー。ターメイヤです。出て、ゴミ箱の中や。違うよ。じゃあいただきます。もうほんと嫌なんですよ。じゃあ鶏が入ってましたんで、鶏をいただきますね。うまい。いい味付けやね。味付けうまい。このまあ鶏はね、うまいみたいなのがあるから、ね。じゃあこのイカとか、卵とか、ピーマン。イカ、うん、そうそうそう。ターメイヤよっしゃ。ターメイヤ。これがターメイヤよ。え、美味しいってこと？うん。火取るの怖かったから、鶏一回蒸し焼きにしたのよ、水入れて、うん、で、それに出汁入れて、あ、めんつゆやんけど、めんつゆ入れて、出汁入れて、鶏から出した汁を作ったわけよ。こだわり切ってるね。そう、それのだけでまず野菜炒めたよ。ウーメイヤやね、ウーメイヤやね、ウーメイヤやね。もうおう、味は美味しいってことだよ。味はって、この企画、ターメイヤを作る企画だから。ターメイヤ、ターメイヤ。じゃあターメイヤ、こちらです。え、これターメイヤちゃうやろ、逆に。これちゃうやん、ちゃうやろ。ターメイヤや、団子やん、これ団子、子供が作った団子やん、公園で。ターメイヤはエジプトの料理で、そら豆のコロッケです。こっちの絶対うまいけどな。こっちやって、ターメイヤ。いや、知らんだけやん。お前知らんだけやん。騙されんな、ネットの情報に。お前なんで、ネットの情報すべて正しいと思うなって。お前こんなんターメイヤって思うな。自分の目で確かめろって。これ食ってみろ、ターメイヤやから。はい、ってことで、ターメイヤ一発ギャグ記事になりました、ね、なんでやん、ちゃう。お前がネットにやられ てんねん。何が、ネットにやられてんねん。やられてん。こんなんターメイヤじゃ、コロッケや。だからこっちや、エジプトの空豆のコロッケをターメイヤって言うねん。言わんよ。お前さ、やられすぎ。あか、貸してみ。じゃあ、ね、貸してみたらないって。それでは、ターメイヤ一発。ちょっと待って、ないってないって。ターメイヤ一発ギャグお願いします。ターメイヤ一発ギャグ、ターメイヤ一発ギャグ。3、付けがいいね。2、ないないない、ちょっと待って、どうせだじゃねえ、どうせだじゃねえ、ダジャレしかやらん。小脇に挟んだターメイヤ、あちらもそちらもターメイヤ。どういうこと？ここで食べてるターメイヤ。ほら、言うてるやん、ターメイヤ言うてる。あ、間違う。
って言って。じゃあ、ターメイヤ君ありがとうございます。いや、唐揚げくんな。